私のハートファンファンしてる。明るく元気な女の子、ハートミハート、桜井ここみです。合格と聞いた時夢かと思うぐらいにびっくりしましたが、嬉しくて自然と笑顔があふれて、とても嬉しい気持ちがものすごくこみ上げてきたことを覚えてます。ここみの役柄は周りのみんなの笑顔を見ることが大好きで、前向きな性格です。お気に入りの秘密アイテムは秘密キーの通信キーです。好きなところはどんなに離れていても仲間とファントミリシティで会話をすることができるからです。ファントミラージュとしてたくさんの人に笑顔や勇気を与えられるように、みんなで力を合わせていけない心をたくさん頂戴できるように頑張ります。ファントミラージュ完全に始まってる。流行りに敏感なファントミスペード、アス美咲です。嬉しい気持ちもありますが、今までのシリーズ作品みたいにいろんな人に楽しんでもらえるよう、自分たちもこれからいろいろなことに挑戦し頑張っていきたいと思います。さっきは頭が良くてミーハーで、積極的にいろんなものをリサーチしたり行動したりし、いつも全力で楽しんでいる明るい性格です。さっきのミーハーな性格が少し自分に似ているため、そんな明るいさきが大好きなので、撮影の時も楽しく演じることができています。三池監督との撮影初日が一番印象に残っています。人生初めてのドラマ撮影で、たくさんの人がいる中演技をしてすごく緊張しました。少しドキドキしますが、放送して皆さんに見ていただけるのがとても楽しみです。初めて変身した時すごく可愛くて感動しました。私はショートパンツの上にスカートがついているところが特に可愛いなと思いました。私のお気に入りの秘密アイテムは隠れるキーです。隠れるキーは透明になって隠れることができます。相手の秘密を暴くことができるすごい秘密アイテムです。これから全力で頑張ります。毎週見るたびに楽しくて面白いところがたくさんあるので、毎週楽しみながら見ていただけると嬉しいです。私たちの口癖やダンスなどぜひ真似してください。これからの秘密戦士ファントミラージュ応援よろしくね。守りたい大切な人、ファントミクローバー静きよつばです。まさか自分が選ばれるとは思っていなかったので、すごくびっくりしたんですけど、とても嬉しかったです。今まではダンスばかりを練習していたんですが、これからは歌や演技をもっともっと練習していきたいなって思いました。よつばは大人っぽくてかっこよくてボーイッシュで落ち着いているクールな役柄です。私の性格に似ている部分も多かったので、すごく演じやすい部分もありました。大好きな妹を全力で守るところをぜひ見てほしいです。初めて妹なのはとお母さんと3人で撮影をしたシーンがとても印象的です。最初はとても緊張していたんですが、妹とお母さんがとても優しくしてくれたので、楽しく撮影を終えることができました。お気に入りの秘密アイテムは隠れるキーです。個人的に怪盗は隠れるというイメージが強いので、すぐに隠れられてかっこいいし、怪盗っぽいところが好きです。ミヤチューやマジマジョのように小さな子から会いに行きたいって言ってもらえるようなグループになれるように、これから楽しみながら撮影を頑張っていきたいです。秘密戦士ファントミラージュテレビ東京系にて4月7日日曜朝9時、見てねー。